はいどうも、今回は、海の竜騎姫地獄級に、アカソニア呂布で挑みます。では行きます。挑戦どう倒すかやな。闇残したいんよね。闇で残すかな。軽い気持ちでいったら死ぬかもしれない。まあ、こんな感じで2体残し。よしよし、まあいい方でしょう。これはいい方でしょう。これで片方は倒して、うん、完璧。どうしようかな。水でやったら倒したいと思った。これで。もう残した。スキルためには、はい、13円。回復もしときたいし、ね、うわー闇が入っちゃった。これはちょっともったいなかった、結構全力でいかないといけないパターンかも。間違えたよ。ちょっと間違えたよ。ちょっと間違えたよ、これ。うわー、ちょっと待ってー。しかも色が。マジか。よしよし。こんな感じかな。OK です。さあここやね。どうしようか。ペルセポネ使うか。まだもったいない気がするな。最初はちょっと様子見で。うわーマジか。チーズか。結構食らわせるな。ペルセポネ使うんがもったいねえんな。なしでいけちゃう可能性も高い。こんなこと言ってたら死ぬ可能性もあるんですけど、まあそこは適当に。うわーさすごい。あ、ダメだ。これダメだ。使わないと。あ、でもペルセポネ次のターンまで時間かかっちゃうんだよね。いっか、ペルセポネいきまーす。どういうコンボがいい？2列作れるんが一番ベストやと思うんですけど、闇2列が作りたい。間違えた。モツドロップを。うわあマジ。お、来た来た。あ、行っちゃう感じ。2列で突破できちゃったね。
あ、ここはどうしようか。3コンボでどんなクラスでか。ああ左からに倒すふうにしとけばよかった。もったいね。うん、まあ、こんな感じ倒せなくてもいいでしょう。回復しときたいな。回復持つ。入れつつ。もうこんな。よし。ここや。111か。ここは絶対倒さないといけない。こここそさ、2列作りたいな。つなげてまうぞ、これ。安定の。つなげてしまったがあるぞ。マジバカラどうすりゃいいんだ。よし少し難しいことは考えなくていいや。とりあえず2列作ることを考えていきます。よし、これだけで。よっしゃ、完璧。マジか。赤ソニア2ターン。順調に来ているからね、ここまで。まさか、結構。ドロップが。これやっぱ回復は十分間に合いそうね。回復ドロップさえあればの話ですけど、回復ドロップがある限り間に合う。よし、OK、変換を回復にされた場合が厳しいか。消して回復が降ってこればいいんだ。オッケー。いやでも半分切るな。おお、ライド。次がやばい。やばいけども生き残れると思うんですけど、倒さないとはいけない。ロードだけ使おうか。突破できる。間違えた。こうする。OK。よし、ボスまで来た。しかも、エンハンスと両方、エンハンス2つ残ってる。2つ残ってるっていうの。
よし、じゃあ行きますか。アカソニアと悪魔言います。ちょっと色がマジか、ちょっと厳しいぞ。マジか、ちょっと。難しい。ちょっと難しいね、これ。どうやったら2列作れる？いけるか、オッケー。いきます。これでいいや。さあ一撃で倒せるか。残った。うん、でも大丈夫、完璧でしたね。よし、まだ円発があるんだ。よしよし。どういうコンボ組もうかな。もう適当でも勝てる気がすると思うんですけど、一列はなしでいいでしょうね。とりあえずいっぱいコンボ組みたい。よし、こんな感じで倒せたでしょ。はい、 OK です。オーガ初ゲット。さあこの子が孫権のスキル上げ、ね、孫権持ってるんでスキルマ作りたいな。まずスコアを安定の B の予感がする出ました、安定の B。 はい、では今回は海の竜騎姫地獄級に挑戦しました。ご視聴ありがとうございました。